これ、何でしょう。発車ですね。今、天満橋駅、京阪の天満橋駅に来ていますというところですね。今ですね、プレミアム缶付きの快速急行で町柳行きがやってきたというところでございますね。ということですね。ここね、こちらがね、向こうから、1番乗り場で、2番乗り場で、今、快速急行が止まっているのが3番乗り場で、その向こう側が、4番乗り場ということに、ね、なっています。ご注意ください。この京阪 の天満橋駅なんですけどもですね、これは中之島線の開業期にですね、大きく変わりましたので、その辺の説明を、ね、していこうかなというふうに思っていますというところですね。今の京阪の淀橋方面はこの3番4番乗り場で、この1番2番乗り場というのはこの中之島線の列車ということになっておりますが、中之島線開通まではですね、こちらの、1番2番乗り場が淀屋橋方面、これはですね、複線でいうとですね、真ん中の、中線に通じる、線路になりますと、いうことになりますと。でこちらの方がですね、外側線に通じる、ね、線路になりますけどですね、実はですね、ここのところですね、あとがね、ちょっと形跡何もちょっとなんかわからないんですが、3番線4番線というのは、ここで行き止まりになっていましたというところですね。で天満橋駅、朝とか夕方のラッシュの時はですね、この3番線4番線からこの天満橋発の、列車が、多数運行されていたと、いうことなんですね。っていうところで、淀橋までは複線になっていないから、そういった運用になっていると。でこの駅から、茅島までが複線と、ね、いうような運行になっていたと、いうところですね。で、こちらの方がですね、内側線でそのまま淀屋橋ということになりますから、特急とかの優等系統はですね、京橋で、転線することなく行くことができたというところですね。ですから、当初ね、中之島線が開業するときですね、この3番線4番線をですね、延伸して、伸ばすもの、というふうに見られていたんですが、それがですね、こちらの方がですね、行き止まりになっていたこちらの3番線4番線が、淀橋方面伸びるようになりましたというところで、こちらの淀橋につながっていたのをちょっと変更して、1番線2番線は中之島に通じるようになったというところが、大きな変更点なのかなというところになりますというところですね。なぜそのようなことをしたのかというところを推測をしますとですね、おそらくですね、3番線4番線から中之島へ伸ばすとなるとですね、この1番線2番線のこの線路をですね、くぐっていかなきゃならないというところですね。工事代が、工事費がですね、その分ちょっと跳ね上がるのではないかというところですね。かなりちょっとね、工事費もですね、予定より、ね、大きく膨れ上がったというところなんですね。中之島線に関してはですね、この第三セクターによる、運営であったとしてですね、なかなかちょっと大変だったというふうに聞いております。というところとか、将来の本線は中之島線と、淀橋方面はですね、確かに乗客多いんですけどもですね、御堂筋線と乗り換えになりますからですね、そこから先の延伸はないというところで、中之島線に関しては中之島から先ですね、西九条方面に伸ばすというところですね。だから夢島とかの、IR とか万博の、誘致が言われているね、今夢島方面の延伸、あるいはですね、同じ、線路規格である阪神に乗り入れて神戸に直通するというような、計画も立てられておりですね、将来有望であるという中之島線を、こちらの内側線とつながっている、この1番線2番線に通したのではないかと、その工事代の問題とかと将来的な問題でね、あって、そういうふうにしたのではないかというふうに推測されますと、いうところです。その結果ですね、京橋駅ですね、ほとんどの列車がですね、苦労しなければならないということになります。やってまいりましたね、快速特急ラクラクですね。本当に2本続けて、プレミアム価格の車両になりますね。これ京橋からですね、市場まで止まらないというね、
昔の特急と同じ、ね、運用方法なんですよ。まあ、今ね、2000年の、ね、頭ぐらいまではですね、まあ、特急といえばですね、京橋から、7条、7条まで止まらなかったのがですね、やっぱり楽々だからね、出発のメッセージと音楽が違うね。この列車どうなんですかね、途中で追い越したりするんですかね。この辺は非常に気になるところですね。でヘッドマークもちょっとね、楽々は変わってますんでね、でそれを見ましょう。あら、変わってない。あー、変わってんのはあれか。あらあらあら、変わってんのは3000系だけなんだ、残念。まあ、ということで、まあ、意外にもね、ちょっとなんか予想外の列車はね、見ることができて、まあまあ楽しいのかなと、いうふうに思っております。まあそういったところでね、まあ、天満橋駅はですね、まあ、ちょっと変化を遂げた、ね、駅であると、いうところをね、ちょっとお話しいたしました。以上です。ありがとうございました。